桜井市の奈良食と農の魅力創造国際大学校通称 NAVIC ではオープンキャンパスが開かれました NAVIC には食と農の担い手を育てる2つの学科がありオープンキャンパスでは授業や実習が体験できますこの日はフードクリエイティブ学科で参加者は阿部講舎で調理実習を体験しました実習のメニューは 牛フィレ肉を使った料理などで、ナフィックの教授らの指導を受けながら調理していきます。ね、肉の焼き目をきれいにつける方法や、ソースにバターを溶かすと艶が出るなどのコツを教えてもらいながら、料理は完成しました。はいはい、その後、参加者は自らが作った料理を味わい、入学すると学べる料理のテクニックに感心しきりの様子でした。 なお5月7日にはアグリマネジメント学科のオープンキャンパスが開かれます。